菊沢龍優は、秋田県秋田市出身の出身の,出身の元プロ野球選手。宇とう右ぎち。小学校4年時に野球を始める。秋田県立秋田高校時代は1年時から、ベンチ入りを果たすも、2年時に、左大腿骨骨折の怪我を負う。3年時の夏の大会は、主力投手として、活躍、4試合に登板し、準々決勝では後に、スワローズで、 チームメイトとなる石山康七を擁する金足農業高校を破るも準決勝で本城高校に7回コールド負けを喫した。高校卒業後は立教大学に進学。1年次からベンチ入りし立教大学公式野球部が通算800勝を達成した試合での勝ち投手にもなった。三年次の夏に右ひの人体再建手術を受けたこともあり、四年間で 通算14試合登板、勝ち星は1年生の時の一つだけに終わる。卒業後は野球部のない山崎製パンに一般社員として入社し、入社2年目からクラブチームの横浜近郊クラブに入団して競技に復帰。1年後には会社を退職し、バッティングセンターでアルバイトをしながらプレーを続けた。2014年には、 読売ジャイアンツの入団テストを受け合格するも、この年のドラフト会議では指名されなかった。2015年にはアメリカに渡り、独立リーグの一つ、パシフィックアソシエーションのソノマストンパーズと契約し1年間プレー、した。2016年に帰国した後、横浜近郊クラブの指導者の縁もあり、福島県に本社を置く、アイソーリテックに入社、同社の南式野球部に入部する。 軟式野球のボールは公式のそれよりも球速が出ないとされるが、それでも菊沢の直球は球速時速 148km を記録。10月には東京ヤクルトスワローズがドラフト会議での指名を検討しているとスポーツ報知が報じた。菊沢は主力投手として天皇支配全日本軟式野球大会では準決勝でノーヒットノーラムを達成するなど、 準優勝に貢献。10月に行われたドラフト会議において、東京ヤクルトは6位で指名。11月14日に、菊沢は東京ヤクルトとの入団交渉に合意した。契約金1000万円、年俸600万円と推定された。なお、2021年1月現在、昭和生まれの選手は、菊沢以降指名されていない。 2017年は9月12日に一軍登録され、同日に明治神宮野球場で行われた中日ドラゴンズ戦で中継ぎとして一軍初登板。2回3安打に失点の内容だった。この試合を含め、2017年は一軍戦2試合に登板した。シーズン終了後は宮崎フェニックスリーグに参加したが、菊沢はここで右肘を痛めてしまう。 11月24日には、スワローズと契約を更新。年俸は20万円増の620万円と推定された。2018年、春季キャンプは右肘を痛めた影響もありに、軍スタートとなる。シーズン開幕後も一軍での出場機会は得られず、戦力外通告を受けた。これを機に、菊沢は現役引退を表明した。しかし、 菊沢は2019年シーズン終了後の12、球団合同トライアウトに参加。西岡剛、義、八百万拓丸、近藤博元と対戦していずれも打ち取ったが、NPB 復帰とはならなかった。兄、菊沢翔平は、バスケットボール選手で、競合校として知られる、秋田県立の白工業高等学校出身。実業団の明保ぼのブレーキ工業に所属している。 菊沢自身もバスケットボール観戦を趣味とし、野代高校出身の田臥祐太の著書のタイトル、ネバートゥーレートをザウの名とする。ありがとうございます。